感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の420人です。直近7日間の1日あたりの平均は前の週の 103.6% に当たる310人となり、12日連続で前の週より増えています。年代別に見ると20代が最も多い89人で、次いで30代が62人、重症化するリスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて103人でした。重症の患者は前の日から変わらず42人でした。